こんにちは。ご視聴ありがとうございます。ただいま新潟県南魚沼郡越後湯沢にやってきました。本日は大雪となっています。こちら駐車場に停めてある車ですが、もうすぐ埋もれてわからなくなってしまいそうですね。そして遠くには除雪でしょうか、雪を飛ばしています。駐車場との連絡通路、この場所ですね、撮影をしてたわけですが、この扉を開けますと改札口の方に向かうことができます。こちら越後湯沢駅の改札となりますが、本日上越線終日運休となっています。大雪の影響ということで、上越線は長岡から水上間終日運休となってるんですよね。その中で越後湯沢といえば上越新幹線も運行されています。大雪で運休ということですが、上越新幹線は関係ありません。帝国通りの運行がなされているようです。かなり強い雪が降っています。そしてホームの方を見ますと大変雪が積もっていて、大雪ということがわかりますよね。その中でも上越新幹線、なぜ雪に強いのか、本日は見ていきたいと思います。それではよろしくお願いします。本日は新幹線には乗車しないので、入場券を買いまして新幹線改札内に入ってきました。まずは13、14番線に行ってみたいと思います。13番、14番ホームに上がってきました。こちら新幹線のホームということですが、屋根がバッチリついています。すべてホームは屋根に覆われてるんですよね。最近東海道新幹線の乗車が多く、あんまり気にしなかったんですが、東北上越北陸新幹線の雪が多い駅ではホームに雪が入らないように覆われていますよね。屋根の中央部分、天窓がついていますが、こちら傾斜がついています。さっきから見ていますと、積もった雪がスルスルと下に落ちてくるんですよね。中央部分は傾斜がついていますが、他の屋根はそんなに傾斜がついていません。登ってみたわけではないのですが、おそらく屋根の上に消雪パイプが設置されているのではないかなと思います。ホームがありまして、横には線路、そして横の部分、窓みたいになっているんですが、これでは雪は入りません。下の部分ちょっと雪は入っていますが、この程度では問題ないでしょう。ホームの方を歩いているわけですが、これでは雪が降ってるんだか降ってないんだかさっぱりわかりません。外を見て、あ、雪が降ってる、そういう感じですかね。ホームの方は雪対策がバッチリということが分かりました。それでは線路の方を見てみたいと思います。屋根がついていまして、線路があります。この先に行くと屋根がありません。しかし消雪パイプですね。大量のスプリンクラーが設置してあります。こちら地下水なんですよね、お湯ではありません。大量の水が出ていますね。これでは雪は積もりません。そしてこの奥、東京方面となりますが、大清水トンネルです。雪が積もりそうなむき出しの部分は消雪パイプ、そしてすぐにトンネルに入ってしまえば雪の影響は関係ないということです。ちょっと新幹線到着するようなので見てみたいと思います。もうこれでは洗車機ですよね。この奥が大清水トンネル、約22キロの長大トンネルなんですが、抜けますと月夜のトンネル。通常のトンネルであれば一度外に出まして再度トンネルに入るわけですが、この先の大清水トンネルは違います。スノーシェットで覆いまして、複数のトンネルを一つにまとめています。地上部分に一切出ずに上毛高原に到着ということで、雪は関係ないですよね。上毛高原に到着してしまえば雪の量はだいぶ落ち着いてきます。その先高崎まで行きますと、もう雪は降っていませんからね。先ほど撮影した場所は東京方面寄りのホーム先端、この後は長岡新潟方面寄りのホーム先端に行ってみたいと思います。
こちらが長岡新潟方面寄りのホームの先端です。横風によって多少雪は吹き込むことがありますが、この下消雪パイプ、巨大スプリンクラーが設置されています。水量がすごいですよね。ただいま列車が通過ということで放送が入りました。新潟発トキ328号が越後湯沢を通過です。高速の通過シーン見てください。どうぞ。いやー、ものすごい通過です。雪煙がホーム全体に入ってきます。高速通過ということで後ろを追い、カメラ追いつきませんでしたね。しかしこの消雪パイプすごいです。四方八方に水が飛んでいます。そして水量ですね、やはり驚くところはそこです。長岡新潟方面を見ていますが、お隣の駅は浦佐です。この先湯本、湯沢、上野、石内、大沢トンネルと続きますが、やはりスノーシェッドで覆いまして一つのトンネルとしています。雪の影響は関係ないようですね。もうこの先がすぐトンネルなんですよね。ちょっと谷川号が入線ということなので撮影をしてみたいと思います。そして新潟方面に時が出発をしていきます。先ほど撮影をしていました13番14番ホーム、東京方面へ向かう方が大変集まってきました。ということで11番12番ホームにやってきました。この後東京発トキ327号新潟行き、高速通過ということで撮影をしたいと思います。足元を見ますと、先日引退しました E4KMAX 乗車案内ということで残っていますが、現在では上越新幹線 E2系と E7 系の運行となっています。ただいま放送が入りました。トキ327号通過です。はい、ということで大雪に強い上越新幹線見てきました。先ほど駅員さんと話をしましたが、上越新幹線大雪で止まった記憶がないと言ってました。まあ、強風や大雨によって止まることはあるみたいですが、地上区間消雪パイプが全て完備されているということなので大雪は関係ないようです。上越新幹線見ていて全然飽きません。動画の方かなり長くなってしまうので、この辺で越後湯沢からは失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。